愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。3月23日土曜日、皆さんおはようございます。皆さん土曜日いかがお過ごしでしょうか。今年は本当に寒いのでですね、まだまだ桜が、この愛媛でも、咲かないので、お花見普段だったらね、そろそろこう桜が咲き始めて、夜桜のライトはついてるんですけれども、まだ全然ねこう咲く気配もないっていうね、まあ、それぐらい今年は寒くて、でまた今日と明日はですね雨ということで、春休みにね入ったばかりで、本来ならねどこかお出かけっていう方も多いと思うんですが、まあ、今日はですね今日と明日は少し、お出かけというような天気では、なさそうですが、皆さんはね、どんな週末をお過ごしでしょうか。今日の動画はですね、安倍の生命の、動画をですねシェアさせていただきたいと思います。配信期間がね限定されておりまして、2月25日から4月30日まで、しかですね、まあ、期間限定の特別公開ということなので、もしね、安倍の生命、興味のある方はねぜひ見ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、安倍の生命といえば陰陽師ですよね。で陰陽師というと何かこうなんか術的なね、なんかそういうこう、なんていうのこの、 悪魔じゃない悪霊を退散させるとかね、なんかまあ数々の神話が、安倍の生命は残っているので、何かこう特別な力があったんじゃないかみたいな、こうそういうふうにこう思いがちですけれども、まあ、実は安倍の生命は、天文学、いわゆる占星学ですよね。今でいうこの今でいう占星学をすごく勉強した、人なんですね。で今回の動画はですね、安倍の生命がどういうことを勉強して、まあ、どういう人生だったかっていうのをですね、研究されている方の、専門家からの、ね、目線で、分析してくださったものを、お話ししてくださっているので、まあ、ぜひねこう何かなこう歪曲してみるんではなくて、まずは、正しく、こう分かっていることを知るっていうのかな。どうしてもこういうこの時代のその陰陽師みたいな、いわゆるまあ占星学、その前の卑弥呼とかもそうですけれども、この昔はこういうなんていうかな、こう占星学的なものを、まあ、普通に日常使っていたので、それがこう一般の人にはっていうか知らない人にとっては何かすごく特別な、なんかこう力があるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思いがちみたいなところがあるんですよね。なんだけれども実は全て知識とあとはまあインスピレーションとかもあったんだと思うんですけれども、あとはこの時代ならではのものの見方、世の中を見る目とかね、価値観とか、そういうものが本当に何て言うかな、こういう神話を作り出すんじゃないかなっていうふうに、思うんですよね。なんだけども、もっと純粋に言えば、星を勉強していたっていうね、あとは陰陽五行を勉強していた、まあ、そういうそのあくまでもこれはこう今の学問と同じなんですよね。なんで今はどうしてもねこの学問なんだけれどもスピリチュアルに行き過ぎているようなところがあると思うんですよね。なんで本来はこう学問学
問なんですね。なのでこうなんか当てずっぽにというか、こうただ単にインスピレーションとか幻想とか妄想で言っているんではないっていうことをですね、やっぱりこれからの水瓶座の時代っていうのは、実はそういうところもやはり変わっていくんじゃないかなと思うんですよ。なのでこの魚座の時代、大きなこのスパンでいくこの2000年のこの魚座の時代っていうのは、ある意味このキリストの時代でも、あったように宗教の時代なんですね。なんだけれども、この宗教の時代っていうのが今終わろうとしているんですよ。で、最後の今海王星が、魚座に入っていることで、すごくスピリチュアルが強くなっている、そういうものに興味を持つ人が、すごく増えている。なのでこう一歩間違えるとそっちにだけ行ってしまうっていう、ちゃんとした知識とか、ちゃんとしたその全てのものがつながっているという、このつながりをちゃんと論理的に考えれるかっていうところが、この今の現代の人たちの、私はこう課題なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。こう何かそっちだけに行ってしまう、それが全くないのもダメなんだけれども、それだけに行ってしまうっていうのが今、ラスト、その海王星が魚座に入っていることで、そういう現象っていうのが、ピークに今来てるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、今日はね、その安倍の生命の素顔の履歴書っていう、この動画をシェアさせていただきたいと思いますので、よかったらですね、この安倍の生命の人生をですね、ぜひこう見ていただけたらいいなと思います。はい、それでは今日の星予報です。今日の月は乙女座ですね。ちょうどこの魚座の対比する、今魚座にですね星がたくさんあるので、この今日明日っていうのはね、月がそこを通っていくので、ちょうど反対側に月がいるっていうところですね。あと月とジュノーがぴったりと重なっていて、魚座の金星と土星と180度になります。また月が根本になって、このカイドっていうアスペクトがね、今日は、できます。あと乙女座と魚座の軸は、こう今できることの最、今できる、できる最善のことをきっちりとする、さっきの話ですよね。この魚座の方のエネルギーだけだと、単なる幻想とか妄想とかスピリチュアルだけに走ってしまう。その真逆な乙女座っていうのは、ものすごく現実的なところなんですね。この現実的な分析したりとかね、そういうのも乙女座の、能力の一つなんですけれども、やはりこの論理的に考えることとスピリチュアルなことっていうのは、こう対比している。これが乙女座と魚座の軸なんですよ。で、それも両方をバランスよく使うっていうのがすごく大事で、こう今はどちらかというと、こうどちらかに偏ってるって感じなんですよね。全くそういうこの目に見えない世界みたいなものが、こうまた考えない人と、ものすごくそれだけを考える人っていう、どちらかに触れやすいっていう、今そういう時なんだと思うんですよね。なのでこの両方をうまく使っていくっていうのが、すごくこの今の時代のテーマでもあるので、今日はね、そういうそこに月が入ってくるということで、やはりちょうどこの乙女座のエネルギーと魚座のエネルギーをこう使うっていう意味では、すごくいい日なんじゃないかなっていうふうに思います。またですね、このジュノーが今日はぴったりと重なってくるので、このパートナーに対しても同じかなって思うんですよね。このジュノーが、乙女座に入るとですね、プロセスを一緒に体験して、くれることを望んだり、完璧な計画を求めたりするんですね。なんだけれども、それが行き過ぎるとうまくいかなくなるので、やはりバランスが大事っていうことですね。全て完璧に計画通りいかなくても、それも良しとして楽しみながら進んでいくっていうのが、今日はね、いいんじゃないかなと思います。気持ち的には月が乙女座に入っているので、完璧を望んでしまうし、こう全てね、こう
極端にやっぱり走りやすいっていうところがあるんですよね。なんだけれども、まあ、今日はね反対側の魚座も、上手にまあ両方使っていくっていうのが、まあ、いいんじゃないかと思います。何かね新しいものを生み出すには、その他、他者をね信頼することとかね効率性ばかりを求めずに何のためにそれをやっているのかっていうのをね常に、忘れないでね心に留めて進んでいくと、いいんじゃないかなと思います。そして今ある形を未来に必要な形に変えていくっていうことを考えて実行する。今日のねこのカイトの、進む方角がこのカイトの方角がこの金星と土星がある魚座のところがカイトの頂点になってるんですけどそれをね飛ばすためには、まあ、最初に言ったその乙女座の、今できることをやるでパートナーと一緒にこう進んでいくっていうこととですねこの、他者を信頼することと効率性ばかりを求めないで何のためにそれをやっているかっていうことを忘れないこと、こうやって少しずつ変化を楽しみながら進んでいくと気づいたら自分が楽しいなと思う ところにですねたどり着いていると思います。で今日からですね、火星が魚座に入ります。今日の朝8時47分にですね火星が魚座に入ってくるのでこの火星が魚座に入った期間っていうのはちょうど魚座に金星、土星、海王星が今いるんですね。なのでこのエネルギーに何かしらこう火がつくような、まあ、そんな出来事っていうのが、起きてくるのがこの、これから火星が魚座を通っていく期間なのかなと思います。なのでこの火星が魚座を通っている期間はですねいろいろ何か出来事が起きてくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、またね4月はそれが結構こう土星と重なったり、火曜星と重なったりあと木星と今、天王星もぴったりと重なろうと今していてそこに火星が60度の角度で来たりするんですね。なので結構この1ヶ月ぐらいはいろんなことがね動き始めるんじゃないかなと思います。ただそれもいいこともあるし悪いこともあるしどちらがこうどちらかだけっていうわけではないと思うんですよね。で大谷翔平さんが今すごくこうね事件で話題になってますけれども大谷翔平さんのホロスコープを見るとですね本当にこう起きるべくして起きたみたいな、まあ、そういう今時なんですね。なので本当にこう星ってすごいなというふうに思うんですけど今度の星読み座談会の時には少しねこの大谷翔平さん の今のホロスコープと今起きている出来事っていうのが、どういうふうにつながってるのかっていうことをですね少しお話ししたいなっていうふうに思いますけれどもこの火星が魚座に火星が魚座に抜けるのは5月1日ですね。それまでの、期間ちょうどゴールデンウィークの真っ只中のところですけれども、はい、ということで、今日はね火星が魚座にイングレスということで、これからね少し、いろんなものにスイッチが入ってくる1ヶ月に、なってくるんじゃないかなと思います。はい、それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。それでは素敵な週末をお過ごしください。いってらっしゃい。